こんにちは、矢崎風花です。さとしです。はい、今日は節約夫婦の家計簿大公開ということで、結婚して一番最初にこうお財布をどうしようかっていうのをみんなそれぞれ話し合うと思うんですが、うちの場合はお互いフリーランスということでスタートした夫婦だったので、それについて公開していきたいと思います。ということで、結婚して一番最初に話し合ってすごくいい図があったんですよね。結婚したら旦那さんがお金を全部お家に入れてお小遣い制にするとか、うんうん、2人で出し合ってそれを生活費にするとか、うん、まあ、いろんな方法があると思うんですけど、うんうんうん、うちの場合はガソリン代とか車代とか、自分たちの場合はそれはちょっと仕事の経費になるので、お互いに自分の値段だけ生活費に入れるっていうのを決めました。そう、決められた金額をね入れるっていうことにね、はい、はいはい、なります。ということで、はい、月々生活費に入れてるのは私は4万円です。僕は前はもうちょっと高かったんですけども、今は5万3000円です。ってことで2人合わせて9万3000円で1ヶ月過ごしています。そのワルフルを見ていきましょう。はい、ということで、はい、我々の場合はありがたいことに家賃がないので、うん、その分はすごく生活が楽ですね、うん、なのでこの額でやっていけるんですが、うん、9万3千円の割り振り、うん、1つ目、食費。食費、わかりますよね、食費。あれ、いいの？ダララデン、2万5千円です。2万5千円2人で2万5千円で一人暮らしの男よりちょっと硬いぐらいだよね、多分ね。あ、そう、まあ、僕はすげえ貧乏飯をずっと食べてたので、うん、先輩が確かに2万5000円までいってないですけど、2万ちょっとぐらいだったんですよね、うん、だから多分男性の一人暮らしの5千円分ぐらい高いぐらいの多分額だと思います。はい、いつも節約をしています、うん、でも2万5000円だからいつもなんかおかず1品でご飯白米だけとか外食いけないんじゃないのと思うかもしれないですけど、意外と行ってるよね。そうだね、まあ、外食は週1回とか行ってないかもしれないですけど、うん、行くよね、うん、で、お金が余ったらまたそれで食べに行ったりとかしてね、うん、やってます、うん、安くなってんの買ったりとか、お惣菜全く買わないね、うん、お惣菜買わない、冷凍食品もめったに買わないね、すぐチンして食べられる系は買わないかな、うん、あと近くに安い八百屋さんがあるから、そう、助かるよね。世界の横田ね、あ、それで頑張ってます、頑張ってます。はい、はい、雑費、雑費、日用品、消耗品、あとペット、シシマル、犬とトラちゃんの猫、ね、トラちゃんの猫とかトラちゃん猫、あとカメ3匹飼ってるので、まあ、その餌とか我々が使うね、ティッシュとかトイレットペーパーとか歯磨き粉とか、まあ、そういうものが雑費に含まれます。はい、ダラララダン、1万5000円です。1万5000円、まあ、これはもしペット飼ってなかったらね、もうちょっと安くいけるかもね、1万円とか、まあ、1万円以下でいけるかもしれないですけど、まあ、我々はそのぐらいでやってます。はい、はい、これはあのさとしまるがシシマルを飼うって言ったので、病院のね、うん、かかる費用でオーバーする分はさとしまるが自分で払ってます、うん、はい、はい、そうなんです。冬に灯油とかがあるとちょっとね、あ、そうね、辛いね、灯油、そうね、確かに。はい、光熱費、光熱費、ドク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 じゃん、3万円です。3万円、内訳、予算が3万円でその中でやりくりしてる感じですが、ある月の水道代、水道代3563円、3560円、素晴らしい。ガス代、ダルルルじゃん、6755円、6755円、言っちゃいけんやなんですけど、うん、まあこれぐらいですね。そして電気代、ダルルルダン、8008円、8008円、夏の電気代だね、うん、8000円、うん、ということで、まあ、合計が1万8000円ほど、うん、ということで、もちろんその光熱費なので変動するときはあるんですけども、うん、余った分は遊びに行ったりとか、うん、あのちょっと美味しいものを食べに行ったりっていう感じでご褒美に使っております。はい、さとしまるが節約ババアなんで、
ババアジジアめんどくさいぐらい消すんだもん。続いて固定資産税、はい、はい、これは年間でかかるので月々5000円ずつ貯めています。はい、であとは貯金です。そうですね、貯金はおうち貯金と将来貯金と万が一貯金と遊び貯金に分けて貯金してます。うん、はいはい、これはもう風花ちゃんアイディアでね。そうですね、うん、これはお金の勉強した時の話で、50あったらその中の7とか8で生活するようにしなさいっていうのを教わって、1は貯金、もう1は使わないで取っとくお金っていうのを教えてもらったのでそれをやってます。素晴らしいね、はい、主婦の鏡だ。案外1貯金はだからまだ結婚してから1回も手をつけていないので。そうね、はい、万が一は本当に何かあった時、なんか事故ったとか入院するとか、ね、そういう時用で、まあ、将来の貯金は将来ね必要になるだろうことのためにしか感じです。はい、貯金を省いた2人の生活費が7万円。素晴らしいよね。なんかいいのか悪いのか分かんないよね。いや、いいでしょう。これは7万円ですごい窮屈に生きてるんだったらちょっとあれですけども、うん、困ってることは、まあ、たまに食費がギリギリって時はありますけど、まあ別にね、あと1週間4000円だみたいな、そうそうそう、ちょっとサバイバル的なね時はありますけど、我々の価値観的にはなんか仕事をめちゃめちゃ一生懸命やってお金稼いでいけるっていうより収入はそこそこに時間を優先するタイプな2人なので、2人の時間とかね、4時頃仕事終わって帰ってきて、私も4時頃仕事終わって帰ってきて、はい、まあ、一緒にスーパー行けるし、なんか犬の病院とかもいつも一緒に行けるし、ちょっとしたお出かけをいつも一緒に行けるので、そうね、仕事終わり、どこにお金をかけるかっていうところでみんなねそれぞれ必要なお金があると思うけど、まあ我々は最低限最低限、そう、それ我々が正しいとかすごいでしょってわけじゃなくて、はいはい、我々はそこそこの収入で2人の時間を多めに優先するタイプだったので、使いたいと思って、それぐらいにね、はい、やっております。豊かさってやっぱりお金に比例するわけじゃないんだなっていうか、このお金があるからイコール豊かかって言ったらそうじゃなくて、やっぱりなんか心の問題っていうか、なんか全然お金があるわけじゃないけどめちゃめちゃ心が裕福っていうのはすごく感じるところで、まあ私の場合は聖書の価値観から来てるなってすごい思ってて、まあこの世の富とか物は天国に持っていけないしいつかなくなっちゃうから、そういうものに価値を置くんじゃなくて、ね、神様の喜ぶ、まあ、愛とか平安とか、まあ、そういうのをもらいながら感謝して生きるみたいな生き方がすごくいいなって思いました。はい、ということで、我々の生活費はこんな感じですが、皆さんはどんな生活を送るでしょうか。なんかコロナの時に私音楽仕事にしてて、こちらはメンタリスト仕事にしてたんですけど、やっぱりイベント業なので、収入がもうほとんどないみたいな、お互いアルバイトみたいになった時があって、2人ともアルバイトっていう風の時間があったんですけど、まあ、でもそれでもやっていけるし、生きていけるので、こうなんかお金がなくて結婚できないなって思ってる人もいるだろうし、なんか仕事なくなってやばい、もうこれから生きていけないなって思う人もいるかもしれないですけど、なんとかなるっていうところももちろんあると思うので、こんな時期ですが頑張って生きていきましょう。俺もそうだよね、お金がないから結婚できないと思ってたもんね。辞めて仕事がなくなってなんとか会社立ち上げて社長になったので、諦めなければね、これからも頑張ってください。これからが勝負、これからが勝負だからね、はい、頑張ります、ね、はい、というわけで節約夫婦の家計簿大公開でした。はい。
参考にしてね参考にならない、ならないかも。遊び貯金もおすすめです。たまったら遊びに行けるので楽しいですよはい、ということでまたお会いしましょう。バイバイ。